では決勝対決よーい、すみません、スーパーサイズバーガーを。かしこまりました。あー、え、乙女ちゃん、カオルコさん、何してんの？バイト中なんですよ。へえ、大変なんだね。あんたそんな会話してる場合じゃん。え、メランコリーの方はスーパーサイズバーガーを。かしこまりました。ご一緒にフライドポテト、ドリンクはいかがですか？グッとお得になってますよ。いやっ、うん、どのれ、なるか。お待たせいたしました、スーパーサイズバーガには1000万円相当の優勝商品が渡されることになっています。商品はこちら。何？超高級魚沼産コシヒカリで作ったおにぎり1000万円分です。おめでとう。なんじゃそりゃ。あの二人、何だったんだ。この焼きおにぎり、いらないならもらっちゃってもいいですか？いいんじゃない？ありがとうございます。まあ、結局商品はあんなだったけど、今回の大会ゴールデンだからね。相当映ってると思うわよ。これでラブフェロモンもようやくスターの仲間入りですね。泣かない泣かない。そろそろよ。この時間は第632回お笑い芸人対抗ウルトラ大食い選手権をお送りする予定でしたが、内容を変更して報道特別番組発見おにぎり1000個食べる。私たちもあれくらい有名にならないとね。あ、この子？おっほん！あんたらもやっと気づいたようやな。乙女が言うたように、あんたらは有名にならなあかんねん。うん、なりたい。そこでこれ見てみ。悪の放送局？そうや、悪専門の放送局や。いろんな悪の組織がスポンサーになって運営されてるらしいわ。あ、ビッグバンやってる局だ。よくよう知ってるやん。ビッグバン？うん、クラスで流行ってるラジオ番組だよ。いろんな人が出て自分がどれだけ悪なのかを報告するコーナーがあるんだ。つまりあんたらもこの番組に出てゲドを止めたよう宣伝してくるんや。え、私たちがラジオに？なに、嫌なんか？はい、ラジオ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 。乗っ取り大作戦。あー、なんか思ったより
でもなんか放送局の廊下って入り組んでるわね。あ、ブラックニャンニャンさんだ。ずーい。よっしゃ、二手に分かれんで。で、お前らついてこい。すいません、ここラジオビッグバンの。あ、そんなんシャツにくっついてるわけあらへんやろ。これが本当の父カエル。ゲロゲロ、もうええわ。どうもありがとうございました。テレビのスタジオやんか。あ、漫才のラブフェロモンさんだ。誰？知らないの？すっごく有名だよ。あ、嘘、入っちゃうの？いやー、サインして。ビッグバンのスタジオってどこなのかしら。どうしたの、マイカ？何かやってる？ん？すいません。ここ、ラジオビッグバンの。なんだから。ポリケロイライロエ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 ロ。ここはダメ。音音ちゃん、どうしたの？この中は見てはダメ。汚れるわ。うん。さっきのってさ。とにかく忘れなさい。あの人たち。はぁ、あ、はい。もしかして、手の元あちこさんですよね。ええ。大ファンなんです。握手してもらってもいいですか。はぁ、あ、いいですよ。門脇さん。ん？あ、ええ、そうですよ。握手。いいよ。ん？じゃあ、私たち今からラジオの収録があるんで。余計な忠告かもしれないんだけど、あなた、もっと喋った方がいいと思うよ。はい。うわぁ、榎本さん初めて見た。可愛かった。門脇さんの方が可愛かった。え、榎本さんよ。門脇さん。榎本さん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 。門脇さん。彼氏はどっちの方が可愛いと思った？思った。別に二人とも。ここで何をしているのかね。